テレビでゲームするとさ足跡が分かんないんだよね。これが難点であって、これもっと高音質とかだったらさゲームできるようで、そしたら全然やりやすいもんね。こういうことだからね、テレビでやると不利なんだよね。それをすごく感じる。ゲーム自体はもっとテレビがね追いついてくれればいいんだけどね。スナイパー来た。音が分かんねえな。うまい。音が分かりにくいのが一番の難点だよね。やっぱ音質はクリアでなければ絶対戦えない。特にゲームは絶対そう。俺はそう思う。あと画質、フレームとか対応しててほしい。あとフレームが綺麗に映ってなきゃね、絶対にゲームできない。じゃなきゃやんないって言ってもいいと思う。だからゲームの基本的な三大原則は音質、画質、反応速度とか、ゲームとデバイスの間の反応速度が速ければ速いほど絶対にゲームでは有利になれる。これ間違いない。狙いたい。あ、今のさ、これこういうことなんだよ。反応速度ってもう打った時に打ってほしいんだよね。あー、もう今のもゲームに対応しているテレビが欲しい。これはもう素早い動きとか、あ、もっといいテレビが必要だ。高画質、反応速度、高音質。難しい。答えを探さなきゃ。テレビでゲームするために必要なもの、何が答えなんだ。あっ、作ってしまえばいいんだ。パーツを買いに行きます。それでは秋葉で買ったものたちでモニターを作っていきたいと思います。ファンも買ってきたんだよな。ファンもくっつけてる。確かにここのサーキットを合わせるんだよ。ここを合わせるとつくんだよね、ファン。でファンのことも固定します。ファンは絶対に真ん中にやってください。ファン真ん中に固定します。ここ絶対ポイントです。自分で作るときとか絶対にファン真ん中にしてください。ここのハードドライブはね、ここちゃんとくっつけなきゃ作動は絶対しません。別にテープでもいいんですよ。ここはくっつきさえすれば別にテープでもいいんですよ。でここちゃんとサイドにくっついて、いい感じで、これちゃんとね、秋葉で買ったやつつけて、確かね、このサーキットもつけなきゃいけないんです。これでちゃんとチャンネルとか受信するんですよ。ちゃんと横につけてあげましょう。ちょっとね、ボタンが緩いな。
うん、いい感じ。さあ、いよいよできました最強のモニターです。コンセント挿します。みんながゲームするときに重視するものは何ですか？教えてください。もしもし。なんかね、ゲーミング用でなんかいいテレビないかな。東芝？